どうも皆さんこんにちは、松本バッチと一輝です。どうもおはようございます。そんなこんなで今回は夏がままにが大阪の方にやってまいりました。いやー、ご無沙汰でございます。今日はですね、私ちょっとやりたいことがあって。おお、何ですか。私、まあ、今日というか、うん、もうぼちぼち5号機なくなっていくじゃないですか。はいはいはい。片っ端から5号機売っていこうかなと。まあさようなら、そしてありがとうと、そういう時期になりますね。まあそうですね、うん、緊張してる子供みたいになってますね。すごい。ちょうどね、これね、今私持ってます。これもっと話すとこう来ちゃうんでね、前に来ないとね。寝台で帰ということで、うん、ラインナップ見たら、何機種かですね、番長なんかはまだもちろん島で残ってます、はいはいはい、何機種かありますんで、そちらでちょっとでっかめの出玉狙っていこうかな。あ、いいですね。やっぱあるうちにしか打てませんから、うん、そうだね。あ、やっぱそうなるか。あ、パン、あるうちにファン、懐いてる大型犬みたいな感じで、懐いてる大型犬みたいな、ね、しまとわしかったね。あ、でムツゴロウチックね。じゃあ今日はちょっと5号機で行ってきたいと思います、うん、よし行ってきます。はい、どうも。おはようございます。さあ、おはようございます。あ、番長もあるやん。私もう間もなく5号機がなくなるということで、はあはあ、バラエティコーナーもしたらもうここですよ。わあ、出た忍び魂。ああ、え、いや、どっちの忍びにしようかと思ってね。こっちにするか。こっちの忍び、こっちにするか。おい、でももうバグンバツの収録環境にいるんだよな悪くないな。スーパーリノマックス、悪くないな。おい、いいとこいるな最高じゃん、マジここ最高。まあ一旦忍びくか。ああ、でまあ忍びがちょっと形にならそうだったらもうスーリノさんにお世話になるという形で。よし、それではさあ、まもなく終わってしまう5号機時代、別れを告げるべく、うん、まずは忍び魂暁の書。あら、おお、唐突に。そういうかね、OK、忍び魂もな、そのなんていうんだろう、あの島でさ、うん、わっさーって盛り上がるとこまではいけなかったけど、うんうん、やっぱ時代のライバルが多すぎたよね。あのね、ライバルがね、やっぱハーデス、絆、凱旋あたりになっちゃったから、うん、まあ緑丼とかもそうですけど、うん、すごいいい機会たくさんあるんだけど、うん、ライバルが強すぎたよね、いかんせん。ただやっぱ突っ走った時のイケイケ感、終わらないんじゃない感は、うん、結構5号機最後の方のこの中ではトップクラスですよね。やっぱね、夢が詰まってるよ、月光には、うん。最初のあの50ゲームに引きを固めて入れれるかっていうね。そうで、ね、かけらの審査中が出た時は確か750以上だったんだけど、うん、あ、そうなんだ。で、小なんか何本出してもあと250回必要とかそういうパターンあるからそうかそうか、初チャンス目あるね。熱い。あー、いそう、これはいそう、ボーナス。あー、熱い、いた。これでまあこれベル揃うんだけど、一角ドス、青系のボーナス一角、よし、レギュラー買え。ああ、180ゲーム、ボンボンさん、よいしょ。俺まだ結構打ってて、この通常レギュラーからのフリーズ引いたことないんだよな。あー、確かに一応するらしいんだけど、5530、これといって特に示唆はなし。もうここだよね、この広角もらうためにやるようなもんだ、あのレギュラー。
広角チャンスめきた。ただ演出弱かったな。あ、一応ボーナス、ボーナスはなし。さあ広角チャンス目、一発目広角でチャンス目引いてなおだからね。通常そうだね、1だと 25% で6だと 40%、はい、あ、ワンダホーって何いる、確定います。初めて聞いた俺それ。ワンダホー本前町確定です。いい、初めて聞いた、ありがとうございます。1万以内に月光取った、灼熱。あ、月光の時だよ、ありがとう。うわ、え、赤月、え、うわ、ストック取った。赤月じゃねえや、ストックだ。あっつ、いや、早速この時来てんの。ちょっと音量下げましょうか。うわ、でっ、こんなので、あ、3になった、びっくりした。赤月じゃねえや、間違えた。うわー、これ広角で、あれ広角こそ設定数あるんだっけ。ちょっと待ってよ、 ART 通常時の ART 抽選、広角チャンス目の A2 個以上、これある。あ、1だと、設定1だと 66% が1セット、はい、で2セット以上になるのが、まあ、2だと、設定1でしか、1セットが 58% で、3以上だと 50% しかないから、一応プラスしさ、ラッキーボーイ、これはラッキーボーイだ。すげえ好展開。リロリロリン、しっかりね、返しだ、返しだ、これすげえ大事だな。最低でも100ゲームあるってことでしょ。最低100、まあ、ほぼほぼ100だ、ね、めっちゃ大事じゃないこのこれ超大事なんですけど。1セット目はおしまい。さあ残り50、あ、外れた、よっ、おー、いかない、マジか、終わっちゃうけど。いや、何にも引けなかったな。振り分け的にゼロではない。一応銀のヨシパス左よっ、おら、3セット目いた、あぶれいた、3セット目まで行くと、こっからもうあとはもう均等設定差なし。まあ、ここからもだから、もうこれさっきはもうプラス1差だと思ったけど、設定差なし、設定差なしの 5% 取った、すげえ。だここはもう4と3が一緒の振り分けなので。お、来た来た来た、あー乗ってない。あー上乗せはなし、ボーナス、ボーナスもいないか。チャンス目が引けねえ。あ、俺ジップ引いた。あ、乗る？乗った。高速崩れ。ハーブ。ほら。おお。すげえ。今多分手第一停止変わらずの第二停止だけ変化、確か高速崩れだ。ラッキーボーイ。ラッキーボーイだけど全然チャンス目引けねえの。しょうがない。これはもう引けるまで行くしかない。お、来た。あ、乗った。初乗り。よし。上乗せあり、はい、さらにボーナス、うわ厳しいか。
オーケー乗った。チェリー以外でよし。おあっつい。スイカはちゃんとね、スイカだったらバリ熱い。あっちい。あーチャンス目だ。あーでかい。オーケーオーケー。で、はい、ボーナス。いやあら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 。そう、すげえいそう。あ、引いてる。あら。うわ、あ、うわ、プレミアム。プレミアムでございます。どっちだろう。こっちか。あ、あ、オッケーだ。オッケー。いやー、取った取った取った。おっしゃ、ビッグボーナス。これですよね。楽しい、見てるだけで楽しいもんね。オッケー、結構ビッグ。おっしゃ、お緑まで行った。上がれ。あー緑。ここがね、なかなか上がんないんだよね。8回に1回だっけ、見倒し成功時の。なかなか上がんない。レベル昇格、そう、12.5% だね。ただ、おそらく、まあ、レベル3、まあ、下手したらレベル4の可能性もあるんですけど、まあ、大体30、うん、よくて50。うい、うーい、30、はい、大体30。大体30でございました。よいしょ、来た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 、ドン、おい、30ね。おお、あれ、おお、斜めにリプレイって揃うっけ、これいるんじゃない、だからボーナスの制御が、はぁい、おいいね、12ゲーム、いいね、気持ちいい今の、超気持ちいい、楽しいわ。いや、いいですね。パチスロ打ってるって感じがすごく色濃いね、忍び魂。ボーナスプラス ART がね、一番バランスいいっすよ、やっぱ、うん、まあ、ゲーム性としては。もちろん AT だけとかさ、ボーナスだけもそれぞれおもろいんだけど、うん、噛み合った時の面白さはやっぱ一番だよね、うん、噛み合わねえときマジ意味が分かんねえ、見てくれ、負けるんだけど、まあ、一応一旦ではある。あ、黄色まで行きました。レベル1か2ですな、これは。はい、おい、30、おお、熱い、これは熱い、これで30はありがたい、うん、あ、揃うわ、バンバン揃うじゃん。何だったんだろう、あの違和感。あら、外れはチャンス目、チャンス目。うわ、急にめっちゃ引く。うわ、すごく出そう、チェリー、めっちゃ出そう。なんかこれ、しかも今のチャンス目がさ、うん、あのボーナスだったとするんじゃない、うん、で、このチェリーが暁いったらそれも OK だからね。うわー、やば、あの告知出るまで OK、ボーナスの暁状態にするのは、告知出るまでに暁に叩き込めば間に合う。すげえ優しい、まあそれに関しては。150が一番引きたくない、気持ち的には。楽だったら諦めつってけど。うん、チャンス、熱っ、熱っ、こっからベルは揃いませんから。あー、一角、よいしょ、39ゲーム、バカビッグレーンしてる、バカビッグレーン始まった、気持ちいい、青ビッグばっかだな、バカビッグレーンしました、完全にとんでもない純増のスピードで
コインを叩き出しております。青のまま。さあ何ゲームかな。レベル1だったら10か100ドン20。レベル2だね。オッケーオッケーオッケー。アベレージヒッターみたいな。そう。うわ乗った。乗ったかいたか。ラッキーボーイ。いい感じの軌道には乗った。ただまだようやく車輪が回り始めたとこだな。3桁乗せがいるわ。おっきた。ようやく引いた。さあ勝負の5ゲームか。ここはレア子役上乗せ確定。ボーナス引けば暁ボーナス。演出出次第激アツ。レア子役大砲の演出出次第激アツ。でもそこピカね。たった5ゲームかしかない。2、3。振り分けか。続く時あるよね。5と10と30だっけかな。なんかやたら長い時あるよな。あら引いた。あーなった。いやなるなる、もちろん上乗せ確定だから。そうそう、なりはする。あーチェリーカー。スイカだったらしゃくれ。ただチェリーカーなんだけど、これがチェリー B だった場合ボーナスの可能性があるから。あー来た。マジだ。くー、ボーナスがいれば暁ボーナス。これね、一応ねこのバーが揃ったらリーチ名なんだよね。そう、リーチ名チェリーなの。まあ、一旦乗りますと。うわっ、これがいたら暁ボーナス。熱っ。熱い。熱っ。止まれ。いねえだ多分これ。さすがに、さすがにいないと思う。あ、惜しい。今のって、うん、暁終わっちゃってんじゃん。引いても OK なの。引いても OK。 成立ゲームが暁、そっちは OK なんだ。そう、成立ゲームが暁は伸ばしてくれるんだけど、すげえ。そう、揃えるゲームがなんでかっていうと告知が出るのよ、まあ、忍び魂は3ゲーム以内ぐらいに。惜しい。いや、かすった。大事故、かす、大事故にかすった今。外れだ。よっ、よし。さあスイカ、スイカ振ってこい。演出。あー終わりや。うん、あっちゅうばや。よし、パスなし。さあ400ゲームやってっかね。もしかしたらラスト50ゲーム。さて468ゲーム、先頭30枚。もしかしたら終わりかもと。ヨシパスは銅のヨシパス。よいしょ。4セット目初期。朝一のとこでそんな薄いところを。どんな引きだよ。超ラッキー。チャンス目なう。30ゲーム。よいしょ。
最初の4セット取るところに引き振り切ってる感あるもんな。いや、ずいぶんと激薄だでラッキーですわ。まあ、複数セットはね、正直広角で刺しちゃえば半分ぐらいもらえるんですけど、この一番奥、ずれろ、上乗せはなすい、これ今終わんなかったら上乗せ確定でしょ。セント79枚、もう1セットいる可能性はある。はい、いない。引き戻しに期待。あっつー、もう引き戻した。もうこれのこのパターンは引き戻した。これは引き戻した。設定差なしの 16%、 この速さの潜入はさすがに引き戻してる。これは強い。あれでも室内だ、一応屋上行かない。あらら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 、あれこれ、え、楓ちゃん出た時ってさ、ここ楓じゃなかったっけ、違った。いや、そこまで知らんな。確かね、楓ちゃんが勝ったら赤なんよ。ウィーウィー、引き戻しの複数セット取った、ミラクル。さっきも楓ちゃんだったから複数だったのか。そう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 、とりあえずラッキーなことに間違いはない、スーパーラッキーボーイなことに間違いはないわ。もう気持ち悪いぐらい薄いとこ引いてるよ。ついてる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 、いいことはあるあるそれなんだっけ、超懐かしいあのそれなんだっけ、厄払い神社あれだ、ゴリパラだ。そうそう、スイカで乗せてーなー。上乗せ確定の演出出た後にスイカ揃った後のベッドボタンを押すのめっちゃ楽しいから、頼むー。うん、ほいー、セット目。大丈夫か。あー、もう乗った乗った乗った、よっしゃよーっ、チャンス目だ。チャンカク、50、でかいでかい。そして、あ、そして怪しい、押し順出ない、めっちゃ怪しい。そしてチャンス目の次のゲームに演出なしはめっちゃ怪しいぞ、これすげえ怪しい。いるだろ、ほら、うひょー、うわ、しかも第一停止で演出71。今のはもう怪しすぎる、違和感ありすぎる。いやー、素晴らしい演出ですね、今の違和感。神一角名機、完全なる名機。よし、1327枚、はい、よいしょ。20ゲームね、レベル1だ、レベル1か2だね。 OK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 、 あと100ゲームぐらい。300とかね、200、100、うわっっていうのが出てくる可能性があるっていう。いや、ありますよね。番長2のイズムをね、まだ引き継いでる弁当、そう、忍び魂は、特化ゾーンがない。そうね、そうね、っていう番長ツーイズムですよね、これは。まあ、バランスが大事だね。特化ゾーン入れないとどうにもならない台もあるじゃない。あるよ。てか、まあ、特化ゾーンからしか乗らない台もあるじゃん。あるある。だ、ね、バランスよな。バランスっていうか、どうだ、なんかどっちもね、面白くはある。正直役に立たない子役がないっていうのはね、そうね、あれだと思うね、魅力の一つではある。暁中は別にだってチェリー A でもいいわけだもんね、嬉しいもんね。だから一応どの子役を引いた後でもこのベッドを押す楽しみが残ってるんですよね。そうね、っていうのがね、やっぱ俺はこの忍びに関しては、その月光の時の告知もそうだけど、いかにベッドを気持ちよく押させるかっていうことに特化した台だと思うんだよな。あ、乗った。
あーチャンス目だね。はい、ここ。このベストだよね。あーこれが一番安いパターンだね。見せてくるね。はい、赤。赤月行ってよ。5ゲームしかないんだから行ってよ。いいだろ、引けねえって。そんなに簡単にやらせろ。やらしてみろよ。もうちょっとやらせてほしい。あ、引けねえから大丈夫だ、やらしてみろ。おお、うぇい、オービお、お、ボーナスいるか？うん？チャンス目なんですね。でかい。見せるじゃないか。止まれ。あおり。止まれ。おお。ああ。めっちゃおもれえ台だこれ。めっちゃおもれえよ。の割には。うん、動画で打ってる人少なくね？ほんとね、マジで何も起きないからだと思う。あー、赤、まあ結構入れらんないから。そう、足立さんだってあれ、かけら中だからかけら大だからのしさ、追っかけて9万入れたんだから。あのそういうの多くない、あの人。なんか窓巻きの初代もなんか1回も巻きからしやらないで8万負けたって言ったな、最初の頃。ふざけんなよって言いながら。ふざけんなよって言うけど、台側もふざけんなよって思ってると思いますよ。50来い、50来い、50。よし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 。あっちー、アウトゾーン。ああ、このペッパー熱い、両方あるっていう、ね。いや、チャンス見引ける時間帯だ今。ああ、赤月いけないね、あと6ゲーム。さすがにここは終わるとは思う。あー惜しい。ちょっと後半ビッグに恵まれなかったけど、それでも十分なぐらい出たな。まあ、レギュラーとかもあれでしたね。あ、でも一応銀のヨシパスだ。一応ね、消化中にね、はいはい、中かけら、うん、を3回ぐらいストックしてるから。なるほど、それなりに溜まってる可能性はある。218よいしょ。ああ、いないと、うん、すごい。だって朝から2時間ほぼほぼ2時間ぐらい ALT やりっぱですからね。ラッキースタートでしたわ、うん、もう帰りたいまであるもんね。もう全然いいもんね、うん、もう全然いいもんね。全然もう結構さ、この引き戻しのさ、うん、前兆ってちょっと熱いの出るよね。俺毎回思うの、引き戻したやったと思ったら負けるみたいな。これはね、一応あるわ。で、まあ、問題は、まあ、一回これで負けたとして、あれに行くかだね。潜入飛んだら、潜入飛んだら激アツ。どうだい？あ、負ける。あー、潜入には飛ばない。これ望みとしては、かけらっすね、正直。あー、そう、結構貯めたと思うんだよね、俺。あ、いるわ、いるわ、いな、バイーン。あ、全然溜まりません、全然溜まってない。うぇい、どんだけ当たるのマジで。めっちゃおもれ、めっちゃ当たるじゃん。ボーナスバリ引ける。ちょっと忍びで出すには時間が足らなくなってきちゃったな。うん、
一発数振りのチャレンジやろっかな。いいんじゃない。よし、このこっちのドル箱でトマト揃ったら激アツ。確かに。さあ、おいだば残り1時間ぐらい、スーパーアリの41400414ゲーム。おお、おお、下パネショートバージョン、すげえ。下パネショートバージョンの数理の、すごい。なんか空、なんかいいね、初めて見た空気、なんか雰囲気あるな。ねえ、おお、悪くないね。素晴らしい。この数理の綺麗だな。あら、あら、ワッツアップ。あ、おいふふ、この数理綺麗だね。ね、ワン、ツー、スリー、オーイエ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 ー、いいよ、いいね。いや、新しいディノ、いつ出たっけな、あれ12月かな、なんかいろいろ。だいたいクリスマス時に出るよね、なんか寝台って、ね、お、おいえ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 、おう、コイン、あ、取りこぼし。これなんか雰囲気あるな、省エネモード。あらら、何、さっきから2回もコイン引いてるよ。もうちょっとこれ透けるとこで判別しよう。絶対赤くない。いないね。絶対赤くない。いないよね。絶対赤くないんだから。ああ、取ってる。コイン取れてるんだよ。コイン取れてる。なんだよ。コイン引きすぎだろ。トマトでよ。おい。トマトでよから。温泉来て。どこの。ああ、箱根か。あ、箱根、箱根か那須。那須、箱根もね、あれ意外と広いから、あのまだ全然行ったことないとことかもいっぱいあるわ。箱根は、箱根の中身が広いんだよね。あの山側とね、海が、お、来たー、近く。斜め天平でした。斜め天平でしたね。さあ、何、さあ何が見える。赤七はハズレっぽいな。赤七ハズレっぽいな。怪しい。赤七押すわ逆に。うん、赤七の下のやつ。いや、もう赤七も、赤七も、赤七をここに押す。滑らすね。うん、なんか俺これはハズレっぽいって見えることほぼないんだよね。なのに今の見え方怪しい。赤七が当たるじゃん。うわら、本当だ、すげえ。すげえ。やっぱり外れたと思う。やっぱりな、真裏。危なかったぜ。すげえ、足元すくわれるとこだった。滑らした。よし、スーパーチャンス。あ、いいね、いいね、リプレイスタートいいよ。いいね、いるね、もう当たっててもいいね。当たってないね、うん、当たってないね。あ、ピンチだね、これ。おお、すげえ。すげえ、これって危ないよ。すげえ危ない。あ、これ出ねえわ絶対。よく見えてたな今の。もう出ねえよ。もう出ねえの。もう無理。本当、うん、やっぱね、ボーナス1個も1個目に引く前にあのビロリってなるとね、全然ダメ。助かったと思うじゃん。もう助かってない、助かってないのよ。もうね、経験則上伸びない。これはさあ、ピンチ目。おい、大丈夫か。本当に引けないもんだな。予想って当たるんだな、ボト以外は。そうなんだよな、何なんだろうな。全然当たり引かねえ。これ30ゲームぐらいハマってるでしょ、これ。そうなのよ、やっぱね、あの先にね、転落目引くという現象がもうね、しのごうがしのぎまい、しの
げまいが多い。あれがやっぱね不吉なのよね。わかる。でもだからなんていうの、あの経験則上、あこの連チャンダメだ伸びねえっていう感情が湧いてくるってことは今までそうだったと思うんだよね。先に当たりが引けないときね。そう全然当たんねえじゃん。めちゃくちゃハマってるんだけど多分まだいるんだよな。おそらくねまだいると思うんだけど、まだいるんだけど当たりが取れない。当たりが引けないのよ。こんな当たんないし、ピンチ目も出ない。だからもうこれね、もう全く分かんない。あ、はい来た。生きてた。ようやかだった。670ゲーム。なげー。50ゲームぐらいかかったわ。すげー、よく落ちなかった。よし、ここ耐えたのでかいんじゃないかい。これがね伸びないのよ。伸びないの。どういうモチベーションで打っていけばいいの、ね、なんだか分かんないけどね。どういうモチベーションで打っていけばいいんだよ。なるべく多くのボーナスを取って落ちるっていうことには変わりはないんだけど、これね信じられないほど伸びるときではないんだよね。もうね、まあね、もう信じられないほど伸びるときはもうこれ5個ぐらいピック引いてるから。もうただつったー。だからだ、ここ5ゲーム以内のボーナスが必要です。頑張ろうと思う。はいのであれば2、3、4、5。はい、だらけすぎこれじゃ伸びませんよあなた。おもうこれ怪しいからね、こういうの。もう、ものすごく落ちたっぽいよ。ほら、ものすごく落ちたっぽいけど。ほら見ろ。落ちてない。うめー。よし。楽しいスーパーフィードやっぱり。ババッつってね。いや今のは落ちたかと思いきやの赤真ん中天杯最高だね。なんでピンチ目の次にさリプレイ引いて、さらにその次もリプレイ引くという、不安にさせてみるっていうシナリオがあるかのような子役の並び。うわ、最高の出目出た。うわすごいねこれ。ずる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 。ズバピタ。当たってます。ズビシ。当たってます。ズバピタ。ズビシ。ドン。気持ちいい。気持ちいい。めっちゃ出ろ。めっちゃ出ろ。めっちゃ出ろ。よくわかんないほど。もう忍び魂のエールに500ゲーム分ぐらい出ちゃう。そうなんだね。早いね。ゲーム目のピンチ目降臨。大丈夫そうかな。でもうわいい音。はいよ。あらららら、また出ちゃうの？またですか？全部ビッグなんですけど。また出ちゃうの？全部ビッグですけど。いいスーパーアリノだこれは。テレッテテレッテ。まあ今日はもう出しちゃってくださいよ、もうこれ。出しちゃってくださいよ。どこまで行くかな？そんなに伸びねえ気はすんだな。いやー、まだ分かんないなこれ。うっしょ、うっしょ、うっしょ、うっしょ。めっちゃ出るじゃんだから。これビッグだったらね、もしかしたらもしかしちゃうかもね。レギュラーなんだ、うん、やっぱそうだよね。レギュラーなんだね。そうはトンヤが殺したんだなるほどなるほど。さあ
なラッキーボーイで、私のラッキーボーイだったな、うん、今日はこれからね楽しみなんよ、その松本が、ね、役年とか迎えて本当になんかついてないことになったりするのかなっていうのが。役年ね、ま、前役は何歳ナウ40です、40です。ああ来年だ、40、41、42ですよ。で私3年連続ってちょっとさ、うん、あんまりじゃない。でもさ、うん、女性30代ほぼ厄年ですよ。いやだから3年それはさ置いて3年みたいな、それは悪いことの一つや二つ起きるわさすがにね7年とかまたいだらねちょっと広くないっていう最初は厄年だけだったでしょみたいな。いやなんか私厄年が近いせいか、いや悪いことが結構起きるんで、前役かな先生去年で役年終わったはずなのに今年もなんか全然ついてなきゃ、それ後役やね。それ誰決めたの、それ誰それそれ言った人誰なの。そうやって決めただろ絶対。誰なんだよ、まあ、ぶっ飛ばすからな。そうやって決めただろ。誰なんだよ決めたやつ後から広げたよ絶対。そうなの、絶対そうだよ。もうちょっと文明発達しなかったら、あ前役後役あったぞ多分。でもフォーエバーフォーエバー適当に言いやがって。おーリプリー綺麗なリーチでは、ね、うわ走るな、走っていく、キュー走っていく。あの話を思い出すんだよな、トリックでさ、トリックであの仲間ゆきえさんのトリック。そうそうそう、はい、トリックであのお母さんが、はい、あの性別当てる占い、はい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 、性別当てる占いやってあげるっつって、知ってる知ってる、外れたら全額返金、はい、で当たったら健やかにどうぞっていう商売を思い出すんだよ。うん、絶対に儲かるっていう。そう必勝法ね、50%で当たるから。必勝法ね。そう外れたら全額返金。その話を思い出してしょうがないんだよな、厄年的な話するとき。厄年とそれどうやってリンクしてんの。いやあのさ、あの言っときゃ、あ言った言いや3年もさ、うん、あの言っときゃさ、そりゃさ、じゃあ悪いこと起きなかった人たちもさ、うん、だよかったねで済むじゃん、うん、外れた人たちは、外れたとか何も起きなかった人たちはよかったねで済むじゃん、うんうんうん、でも何かたまたま悪いこと起きて、いや厄年だから、ほら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 って言ったっしょ、言ったっしょって、そうそう後付けじゃん絶対って。あなるほど、ね、だから外れた時にいいことの場合は、うん、それね成り立つと思うんだよね、天気予報と一緒。まあだからやっといて損ないってことじゃん。まあそうですね、別に厄よけも安心ね、別にね、あの多分気分の問題だから。そうそう、でそれをやったことによって気をつけようねって意識が高まるというね。そう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 、うん、でやった方がいいよ、うん、私もやりましたよ。川崎大使ですか。あのね、川崎大使に行こうか迷った結果、うん、その地元の神社にお願いした方がいいっていう案があって。何それ。いやあったの、本当に本当に。何その案。例えば初詣とかも、うん、地元の神様に守ってもらった方がいいから地元に行った方がいいってこと。生まれた土地の。いやじゃなくて今いるところ。今住んでるところの。そうだから僕は溝の口神社に行きましょう。あ、へえ、今いるところの神様に守ってもらった方がいい。なるほど、はいはい、目の届く範囲で。そうそう、その地元って別にそう群馬のとかそういう意味じゃなくて今いるところの、うん、神様に目の届く範囲のやってもらった方がいい。そうそう、あちなみにこれ君笑ってるけど俺が言い出したことじゃないから、俺は聞いたんだから人にね、うん、俺が言い出したことじゃない。いやわかるわかる、うんうん、この話してる間どんだけピンチ目引いてんのお前マジで思った。どんだけピンチ目引いてんの、バチ当たってんじゃねえかと思って笑ってるからバチ当たってんじゃねえかなって思った。すげえピンチ目引くじゃん、うん、目の届く範囲の神様か、うん、難しい表現だよね。神様なら全部目届くんじゃないんですかみたいな思うじゃん。全能なんじゃないんですかって思うんだけど、すげえピンチ目引かされたけどこれなんだろう、これ厄年、いや厄年なんじゃなくてこれ何、これ前役、前役なんじゃないこれ。前役で、厄よけのことをバカにしてるとこうなの、うん、ちょっとバカにしちゃったか。バチ当たってる、若干若干若干、でもでもバチ当たってるって言うけど落ちてないんだよね、落ちてないのよこれ。これ落ちてないのよこれ。何これ、警告されてんじゃない、もしかして。お前落とすぞ、お前落とすぞ、笑ってんな、落とすからなお前。でも落ちてないんだ、あーすげー怪しい、すげー怪しい。警告されてんじゃないお前、そういうこと言ってた、落とすからなって、ニヤニヤしやがってって。落ちてない、落ちてない、いいんだお前、落とすからなお前、マジでニヤニヤしてっからお前落とすぞって今やられてんじゃない。意味ね、落ちね
いやすごいね。いやすごいんだけど落ちないんだよ。何これ全部偽物なんだよ、ね、全部偽物だ本当。で当たんねえのかって話なの。ボーナスも引けない。いやそっか考えとこ調べとこ最寄りの厄よけって神社よな。神社だよお寺じゃなくて、うん、なんか当たんのかい結局。長えよ72ゲームいやすげえ7 どんだけ耐えてんのどんだけ耐えてんの72ゲームこれ、これ前々役だからねこれやっぱ終わんねえよ前々役じゃねえよ落ちてないんだから落ちてないんだもん。いや、まあ、あれ前役だったら落ちてからあの来年じゃもうきついじゃん。来年だったら落ちてる。来年も今年は落ちない前々役だからどんだけレギュラーなんだよ。レギュラーばっかりだった。終わんねえ終わんねえしレギュラーおすげえ当たるじゃん。なんで終わんねえダリーマジこれすごい出ちゃうかも。ここないのか。うわ終わらないよこれは。6ゲームあピカゴロだこれ多分。これは終わらない。あ、違う、まだだ。ウィリアム・テルだ。ピカゴロ遠っ。天才だよね。天才だよ。一人だけやっぱ、なんかちょっと違う感じするもん。うん。おい、あ、落ちてる。いや、違う。下段アカナナビッグだろ。いや、落ちてる。滑ってる。滑った。うん、絶対落ちてる。落ちてる。さっきのピンチ目で落ちた。うお、ミラクル。5ゲームトマト斜め撤廃なのであまあ転落確定です。確定だね。あどんな終わり方なんマジ。すげえ。しかも赤7を押そうと思ってミスって。目押しミス。目押しミスで終わった。どんなこれどんなこのゲームでさやめたらさ誰か打っちゃうよな。なんか申し訳ないからもうちょっとだけ回そうかな落ちてる。いやいいでしょ。いいですか。落ちかくなんだけど。なんか中押しでビッグが揃うときは必ずここに止まるの、うん、中押しっていうかあのここに押してれば、うん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 、1個目以上滑ったらもう細かく特殊1枚役立って。急になんか本当どうでもいい話してるうちに知らない話終わった。さらっといったわ。はい、というわけでなんとこっちでもえ2000枚ぐらい浮いた。いやー浮いたんじゃない。この数理ので多分2000枚ぐらい出したと思うんで。おいプラス2000枚ちょっとぐらいあるかも。もう暗くなっちゃったよ。ラッキーボーイでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。あというわけでいやーオープニングと寸分たがわぬところに立ってちょっとやってみましょう。バミテつけといたから。いやもうやったもう全然動いてない。全然動いてないもん、うん、見比べてほしい。ビタイチ動いてないから。ちゃんと俺もエンディングもここでやろうと思ってバミってやっといたから。バミっといたんだね。これもうビタイチ一緒だから、うん、これもね今日はすっと随分すっと打ち始めたと思ってる皆さん思ったと思うんですけども、うん、いやまあ急いでたんでね、はいはい、やってやりました、うん、私やってやりました。お忍び魂もまああんなに展開いいとは思わんかったな。いやなかなかね味わえないよ。朝一から800ゲームを ART やるとかね。それでねもうだからもう1000枚ぐらいさ残ればいいやと思ってね、うん、でまあちょっとあんまり取り切れなくなるのもあれだからっつって、うん、最後1時間だけスーパーアリーナ打つかいなんつって打ったらもうそっからもう10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15連ですわ。いやもうほんとね、まあ無欲の勝利というんですかね。なんかわーわーね、いろんな話してましたけど、どうしても欲しい時はなかなか連チャンしてくれないんですけど、まあ、多分ピンチ目50回ぐらい引いてると思うけどね。いやすごかった、マジで前々役だと思うわ。前々役効果であんなピンチ目出たんだと思うけど、やりました、うん、なんと投資が投資7000円だ。そう7000円ですよ。しかも46枚貸しね。46枚貸しの7000円、うん、
回収が2997枚、なので3枚数でプラスの2675枚です。なんだよもう楽勝、うめえかよ。いやーパチンコパスはほんと最近出るな。なんかさ不思議だねっていうぐらい恵まれてるね。なんだろうね、当たってくれるんだよね。なんか他にだから嫌なことが起きてるんだろうね。当たってくれないことがあるんだろうね他にね。うん、あるんだろうね。当たってくれてもよくないっていうやつが外れてるおかげで、当たってくれるんだねっていう日々を過ごしてます。どっちがいいのか分かんないけどね。だから一長一短ですね。まあね、全ては無理ってことだからね。いろんなことがありますけれども、なるべく楽しく生きていきましょう。そうですね。ということで今日は忍び魂とスーパーアリーナの楽しいところを味わえたので、あと何機種かあるんですけど、まあもちろんそれこそ番長3とかもね。まあそうね、まああとはね、俺ほんと LINE 設置さえあればなんだけど、俺金パルが打ちたくて。あストック機能、あの金パルね。そう、5号機のストックの、あの一応ドットあるやつね。そう、ドットパルサーと言われるあれキングパルサー。俺この間ね2年ぐらい見てないけど見たんだよ。行ってあった、バラエティーコーナーにあんの見て、もしあればどうしても打ちたい。あら、はい、ということでございますけれども、まああと何回5号機があるうちに収録できるのか、うん、そうですね、ちょっと分かりませんが、まあ、あるうちは5号機、まあ、もしくは取れないようだったら、6号機で新しい寝台なんかを、ね、攻めながらやっていきたいと思います。ぜひともまた楽しんでいただければなと思います。よろしく、はい、というわけで今回はこの辺でお別れです。皆さんまたお会いしましょう。さよならー。